長さん。私です、シンビジウムです。今そちらに。お久しぶりです。おかわりないですか？さすがは団長さんです。お察しの通り、数日間お屋敷にこもっていました。実はカトレアさんが体調を崩されて付きっきりで看病していたのです。こういう時、オンシジュームちゃんはその少し元気すぎるので、ずっと私が。怪我や病気が原因ではないみたいです。看病のほとんどはカトレアさんの話し相手になることでしたから、強がってはいますが、カトレアさんも一人は寂しいのです。当然でしょう、あのお屋敷から出ることが許されないのですから。そんなカトレアさんからある依頼を受けまして、この古書の展示会の中から珍しい本を買ってくるようにと。いつも読んでいるような本ではなく、斬新で刺激的なものがいいそうです。たくさん読むのは面倒なので、数日中に厳選したものを屋敷に持ち帰るように。そんなわけで、日帰りというわけにはいかず、ブロッサムヒルに滞在することになりました。私なら大丈夫ですよ、本は好きですから。選んでいるだけで楽しいです。そうだ、団長さん、よろしければ古書を選ぶのを手伝ってくださいませんか？男性の視点もあった方がより珍しい本を選べると思いますし。ありがとうございます。これで一層本選びが楽しくなります。カトレアさんはどのような本をお求めなのでしょうか？恋愛小説も歴史書もよく読まれるので違いますし。焦ってもいいものは見つかりませんからね。カトレアさんを満足させられるものを選ばないと。それはつまり、私が面白いと思った本ということでしょうか？ですが、私の好みは少しカトレアさんとは異なるんですよ。屋敷で私がおすすめした本をことごとくつまらないと言われてしまいますし。私はオンシジュームちゃんと違って、カトレアさんに楽しいや面白いを提供することが苦手なのです。おっしゃる通りです。だから団長さんのお力を借りようと思ったのですが。いいえ、そんな考えは甘えですよね。私が頼まれたことですから、そこに意味も意義もある。何事も否定的に考えるのはよくありません。せっかく団長さんと二人きりの時間を過ごせているのですから。あ、すみません、私ったらつい。
団長さん、いけません。そんな風に言ったら私甘えてしまいますよ。そうですね、今日はカトレアさんもオンシジュームちゃんもいないのですから、自分のペースでゆっくりと。団長さん、私なら大丈夫です。オンシジュームちゃんはどうしたのですか？そうですか、私のせいで嫌な思いをさせてしまいましたね。オンシジュームちゃんと私は幼なじみなんですよ。子供の頃からいろんな遊びに付き合わされて、危ない目にもたくさん遭いましたが、私は嫌じゃなかった。オンシジュームちゃんは私を新たな世界に連れて行ってくれる大好きな幼なじみで、お友達で、憧れでした。私はオンシジュームちゃんと違ってカトレアさんを楽しませることが苦手ですから、頼まれた仕事だけはしっかりこなさないといけないんです。少し休んだらまた本を探しに戻ります。これは？刺繍と自然に関する本。どれも私の好きな本ばかり。オンシジュームちゃんなら私の好みもよく知ってます。カトレアさんの依頼とは関係なく、私のために見繕ってくれたのでしょう。憶測？カトレアさんが私に？確かにありえない話ではないですね。もしそれが事実だとしたら、私カトレアさんに何て言ったら。そうですね、とてもありがたいことです。やだ、私ちょっと泣いちゃいました。
団長さん、私この中から一番面白いと思った本をカトレアさんに届けます。時間はあります。10冊くらい、2日もあれば読めますから。